久保さん今回羽ばたくにしましょうか。まああのー、多分ねこの本のタイトルを聞いたことある人多いと思うんですけど5体不満足ですね。この5体不満足はなんと600万部も売れたらしいですね。600万部ってマジ異例の驚異的なヒットですね。乙武さんっていう方ですかね。だからまあ多くの人が、まあ、自分にはできないとかああだこうだ言うんだけどもあなたに持ってるものを持ってない人でもあなた以上の結果を出してる。 まあ僕も600万部売る本を出せないですね。でも、あなたは持ってるんですよ、手と足を。手と足を持ってても、600万部を出,版あの出せる本は、多分、なかなか難しいと思います。で、こから何が学べるのかっていうと、結局、あのー、やってみることですね、とりあえず。とりあえずやってみないと何も始まらないというか、やってみ、やってみるからこそ分かることもあるし、やれないことはないと。 じゃあ、手と足がないけども、どうやってその本を出版するのかっていうところを、まあ、その手段を探せばね、手段はたくさんありますから。うん。だからね、まあ、今、インターネットっていう手段もあるし、別にその、なんかいろいろあるじゃないですか、昔と違って。しかもそれを検索したらね、その手段が出てくるわけで。<laughs> 別にタウンページ見るとか、そういう、それやんなくてもいいわけじゃないですか、別に。 だから昔よりすごくその情報にすごくリーチできるようになった今手段はいくらでも選べるようになった探せるようになったでもその手段を探さないその手段を選ばないんだったらそれは誰の責任ですか?」い言ってらっしゃい。